ブンブンチューブチューブハローチューブということで、どうもゆぴーです。どうも、表参道来てるんですけども、美味しいスイーツが食えるということでね、来てみたものの、これなんですよ。ここは何ですか？バスキン&ロビンズ。バスキン&ロビンズ。ドミニク・アンセル・ベーカリー。人気みたいです。マシュマロ？結構マシュマロにではありますもんね。マシュマロいいか？目でけえな。ありがとうございます。ということで、待ちたいと思います。レッツデブ会長だぞ。これさ、メニューなんだけどさ、メニューはこれって、うおー、おしゃれ。こんな感じになってます、はい、今日のお目当てはフローズンズスモ。これがめっちゃ人気らしいんでね、みんなで食べようと思います。はい、ということで届きましたけれども、おひなたは何ですか？アイスミルクです。カトチンさんはホットコーヒー。しかもなんとこれはおかわりが最強じゃん。俺はアイスコーヒー。結構でかいんだよ。すごい、見てください、来ましたよ、フローズンスモア。これ何ですかね、外がマシュマロ。マシュマロ、いただきます。なにこれ、冷たいんだけど。フローズンだってだから、フローズン様が冷たい。すごいトロトロだね。なんか外がすごいパリパリで、なんかめっちゃトロトロだ。アイス入ってる。なんかアイスが入ってる。アイスが入ってる。ああ、大きい。来ました。クッキーショットっていうね、こうセンセーションを巻き起こした伝説のスイーツなんですけど、コップがね、クッキーでできてて、で、中にミルク入ってるという白物でございます。じゃあこれちょっと、どう？よきで、甘い。飲んでくるミルクの中にチョコレートが溶け出していく感じ、最高だ。ひなたさん、どうしたんですか？なんかムッとしてましたけど。コーヒーが欲しいです。コーヒーが欲しいですか？甘いですか？ねえよ。いいな、俺も彼女欲しいな。和気あいあいとしてんな。ゆぴさん、ゆぴさんどうしたんですか？無事で食べ終わりましたね。無事、なんとか。美味しかったですか？詰まってますね。美味しかったけど、美味しかったけど、甘い。家はもういいかな。二人で1個とかでいい。そうだね、かなり甘いので、皆さんね、気をつけて来てください。ということで、終わりたいと思います。バイバイ。バイバイ。かぶってたから。あのさ、食べた食べたっつってんだけど、結局これ残ってんだ。もう、いらねえんだ。